ナトスだな。いかにも。お前らのことは知っているぞ。あのエリニースが負けるとはただものではなさそうだ。カメラやディラックを返しなさい。王国の人たちを元に戻して。ずいぶん威勢のいいお嬢ちゃんだ。パメラというのはこの娘かね。悪いな、すでに性器を抜かせてもらったよ。なんてことを。吸い取った人々の性器はこの祭壇の下に封じてある。おとなしく帝国に降伏してしまえばいいものを、共和国と共に立てつきおって。ま、それも時間の問題だ。やがて来るマナの要塞の復活によって世界は統一される。聖気を抜かれ気力を失えば誰も我々に歯向かうことはできまい。ディラック、あのエリニースが手を焼いただけあって、私でさえなかなか苦労したよ。この男、ひょっとするとこいつに興味が湧いてきたよ。お前らもなかなか面白そうだ。早速聖器を抜いてやるとしようか。その部屋で聖器を吸い取ってやる。せい、やり。